今日の依頼人はこちらの瀬戸川くん。京也くんの学校の先輩なんですって。この探偵社なら揉め事相談も引き受けてくれるって聞いて。うちを何だと思ってるんだ。まあいいや、とにかくどんな揉め事か話してみ。ちょっと前に少し悪めの仲間とかそういうのが集まるサークルに入って俺もそろそろ限界で。やがい、何くっつけた。今お前お客様に何くっつけた。え、宝石。仕方ねえな。要するにそのグループが解散すりゃいい話だろう。何、うちのチームに入りたい奴らが。はい、菅野さんに憧れてるって。はあ、俺に。さすが菅野さん。面白い。そいつらちょっとここに連れてこいよ。うっす。俺に憧れてるってか。キレース。なんだこいつら、どう見ても仇じゃねえだろう。君たちがこの町最大の権力者である筋肉ムキムキ菅野さんに弟子入りしたいもやし野郎どもかね。羽井、ろくでもない挑発してんじゃねえ。まあいい、うちのチームに入りてんなら当然それなりのもんは。はい、それなり。なんじゃこりゃ。金だよ金、殴りゃ他のやつから取ってこい。他のやつから。それってつまりカツアゲっすか。ちょっと手本を見せてくれよ、幹事。誰が幹事だ。仕方ね、俺が手本を見せてやるからついてこいや。おお、菅野さんのカツアゲだ。ターゲットを本人も知らぬ間に100個くらいの細切れにしてから財布を奪うんだけど、切り方がすごくうまいからくっつけたら何事もなかったかのように動くんだぞ。なんでお前はそうやって俺が後で困りそうな嘘ばっかりつくの。財布一つ奪うのに無駄なアクション多すぎんだろ。ターゲットは誰でもいい、効率よく回収したいなら女子供だな。さすが菅野さん、クソ中のクソ。兄さん、あんなこと言ってるよ。すでに手は打ってあるぜ。さて、ドイツにすっかな。カノさん、あそこに金持ってそうなドレスの女が。よし、よく見てろよ。おい姉ちゃんよ、ちょっと金をって。あれ、でけー。女性に向かってでけーとは何ですか。ナナは暴力的な人間は大嫌いです。この頭、電球みたく左回りにくるくる回って。もうどっちが暴力的な人間だ。くろ。女を狙ってボコられた菅野さんに励ましのお便りを。菅野ちゃん、カツアゲ大失敗じゃないっすか。殺すぞ、てめえ。吠えんのはお手本が成功してからだろうが。このままじゃ俺の立場がね。こうなったらもっと弱そうな親子連れとか狙って。あれだ、ダカメ。おい、そこのおっさんとか。誰がおっさんか。9歳より上の男子におじちゃん呼ばわりされる筋合いはない。そうだな、お兄ちゃん先生と呼びたまえ。どういう怒り方だ、気色悪い。気持ち悪いのは最初だけ。押し込んでんじゃねえか。いいよ。てめえはカバルガール、いいか。嫌なら抜けよ。そう、こうなったら人質だ。こんなスラム街にガキ連れてきたことを後悔する。すっかりおてんばさんになっちゃって。無理やりほのぼの話に持ってくんじゃねえ。帰り地でした人じゃねえか。ここまでクソみそにやられてまだチームリーダーを続けるなんて言ったら、恥知らずの高顔無知、うんこ以下の存在。チーム菅野は本日を持って解散する。なんでお前が仕切ってんだ。作戦大成功だったね。でも匠、あんだけいたチームのメンバーはどこに行ったんだ。ああ、あいつらならうちの手下として雇ってやった。こんなにバイトばっか増やしてどうする。真剣にな。3分だけしかない僕の時間は伝わらない。